こんにちは。ここではお初にお目にかかります。さて、せっかく東京駅にいることですし、とりあえず中央本線を乗り通しましょう。このネタって1万回くらい擦られてる気がしますけどね。さて、鉄道150周年を迎えた今年は JR 東日本パスが脚光を浴びましたが、私は秋版18切符ともいえる秋の乗り放題パスで名古屋に向かいます。普通列車にしか乗れない上、連続3日という制約もあるのがシビアですが、うだうだ言わず、まずは東京駅の改札を通りましょう。最初の目的地は高尾です。ひとまず次の会食大目駅は細目だし高尾に行かないので罠です。本当に乗るのは中央特快、快速よりさらに速い種別です。飛ばさない快速はただの快速さ。中央東線ではそんな感じです。さて、一面二線の窮屈なターミナルに10両の列車が入線してきました。こちらは E233系0 番台、 JR 東日本のエース的車両です。209系1000番台という千代田線から転属してきて、少数精鋭も中央線にいますが、そちらには当たらず、じゃ、乗りましょうか。車内は当たり前のように、オールロングシートです。東京を発車、中央特快とかいう、大層な名前のくせに、次は山手線と同じ停車駅で、神田に停まります。千里の道も一歩からとは言いますが、ここから、中央線で、名古屋まではだいたい隔離です。要は400キロです。東海道線の方が距離は短めです。適宜、中央線との時間、距離の比較を載せときます。さて、やっと車窓に、ホームやブルブルが見えてきましたが、中央線だけ、物理的に素が高い位置にあります。これは、元からそうだったんじゃなく、北陸新幹線の影響にあるものです。東京から長野に至る北陸新幹線を建設したいとなった時、東京駅で問題として浮上してきたのは、どうやって土地を確保するかでした。かといってすでにあるビルをぶっ壊すのは、お金的にも法規的にもしんどかったのです。そこで、在来線をあらわらと迫害することにしました。というと聞こえは悪いのですが、ちょっと、中央線には、高い位置に行ってもらって、こう、ホームを塗って移設して、北陸新幹線のためのスペースを作ったといった具合です。獣がいないのに、のけ者がいるという、手も触れ抜きみたいな状況の東京駅でした。あ、向こうのいいご警君には、罪はありません。奴は東北新幹線界隈の民です。神田駅についてお次はお茶の道。まだ確定です。にしても、3.0km 前自前量ということもあって、さすがの加速の鋭さです。山手線とはここで分かれますが、今度は、イニシエの山手線の車両が出迎えてくれます。向こうに、某電気ネズミと同じカラーリングの、電気街をつなぐ列車が見えて、こ、なうんだの、それが、こんなやつです。今では、中央、東武各駅停車を走ってます。ついに、各駅停車の存在が出てきました。ここからは、やっと、快速が快速になります。なので、三鷹まで飛ばして、からの聖武天皇が、金に物を言わせて、国の統治を図った国分寺駅、からの、グランディオっていう、駅中百貨店がある立川に、鉄道国有法で国有化された、元私鉄の甲府鉄道のルートを、ひたすら西に進みます。ここいらで青梅線と分かれ、中央線は、青梅の駅名から、名方面へ向かいます。ところで、中央線快速の整形は、中野から立川まではものすごくまっすぐなんですが、甲州街道沿いの住民が反対したからとか、適当に線を引いたらこうなったからとか、っていうのは有名ですが、多分嘘です。まず反対資料すらないし、それ以前に、道区間では、少なくとも、6ヶ月ほど測量をしていました。理由を話す前に、少し、中央線自体の背景を、中央線の立川までの開業は、大日本帝国憲法と同じ1889年でした。そんな昔ともなると、さすがに、今ほどの技術があるわけはなく、車両スペックの制約も、測量技術の制約もあり、加えて、街道沿いだと、用地買収がだるいという問題を、そこで街道に沿わない、畑まみれの場所を選び、コストを抑えて、きっちり運行できるように、こうした直線ルートになったそうです。結構合理的な考え、ま、ダイヤの都合とか、快速線は、2線しかないとか色々あるので、言うほど速度は出さないんですが、鬼急の主要駅は全部過ぎたので、さすがに空いてきました。中央線にも、グリーン車が導入されれば、混雑回避できるのかなと思ってますが、グリーン車組み込みには時間がかかるし、あと右側に映っているトイレ取り付けが優先ってことで、ホーム延伸も相まって、まだ、数年ほど時間がかかりそうです。そうそう、この E233系が工事で抜けた分の穴を埋めるのが、先日下に埋まる休憩の役割です。役目を終えたら、廃車が濃厚そうです。膨大な駅数があるようで、実は、中央特快が止まる駅は14個しかないっていう路線図。さて、ひとまず、
東京の端っこ、高尾へ、標高がたった599メートルしかなくて実質丘なのに、山を名乗って上がる高尾山でにぎわう場所です。1時間53キロほどかけて高尾到着。ここまではほとんどチュートリアルです。次に乗るというか、これから嫌になるほど見る車両はこちら、中央本線211系。さっきさりげなく八王子でもすれ違いましたね。乗り込み合いなら厚さ13号の松本行きが鈍行を追い抜いていきました。それにしても混んでますね。さすが JR 東日本パスの力は意外です。でも逆に私が今乗ってる鈍行は混んでなくて、漏れなくありふれた日常で満たされています。その沿線住民の日々を感じつつ、私は謎の優越感に包まれ、行き続き高尾から西へ進みます。10時38分、高尾を発車。向こうには中央線と同じく新宿から伸びるライバル京王線のホームが見えますが、あの高尾線は我々旅人からしてみれば、ただ高尾で乗り捨てられる存在です。でも JR は京王への対抗策として特定区間運賃になるものを定めています。例えば新宿から高尾って 42.8km なので730円になるはずなんですが、特定区間の運賃を適用して570円という安めの値段に設定されています。京王はもっと安いですが、あと余談なんですが、だいぶ前に格安系切符を使わずに身延線乗ったんですよ。その時ルートに京王線を使ったんですが、まさかの高尾で1分乗り換え、10時に家を出て高尾と甲府で乗り換え待ちを食らい、結局帰ってきたのが22時半だったっていうのは割と苦い思い出です。でもなんで高尾で引き返さなかったんだろう、昔の私。さて次は相模湖。この駅間の途中、中央道の渋滞トンネルでおなじみ小仏峠を越えます。江戸時代の甲州街道でも小仏は関所としてその名を轟かせていましたが、鉄道的にもちょっと乗るのが難しい世界に入ります。だってここからは概ね毎時2本、気楽に乗れることではなくなります。本数が一気に3分の1くらいになるのでちょっと動揺します。でもまだここはマシな区間です。どんどん進みましょう。列車はプレジャーフォレストで知られる相模湖駅に到着。昔よくイルミリオン見に行ってました。神奈川県内面積2番目の相模原市を抜け、山梨の上野原駅へ、相模湖、富士野のわずかな神奈川ゾーンを抜けると、ここから長い長い山梨県です。乗客はまばらで、なんなら車窓から見える山の方が多い説があります。山があるくせして山梨県名乗るのは良くないので、人なし県に解消しましょう。これだと人手なし県って揶揄されそうですね。山梨県の方々はみんな優しいですよ。多分四月に柳川と初見じゃ読めない駅名に泊まりまくって、列車はやがて大月へ。ここら一帯の建物の中で一番高い建造物が東横インというどこか暴力的な街ではありますが、8時ちょうどのあずさ2号が消えた今でもなお山梨唯一の私鉄が伸びる特急停車駅として、それとなく主要駅の面目を保っています。あ、主要駅なのでここからさらに本数が減ります。ついに毎時2本すら怪しくなる世界へ。大月発車。向こうには富士山流特急とかいう地方私鉄なのにヒエラルキーを体現している列車が、鈍行用切符しか持ってない私、地方私鉄の車両に舐められた気がしないでもないです。濁った車体の色してるくせに、なんて。11時39分頃、貝山と到着。大月から大体3駅です。特急待ちで10分停車という帯に短くタスキに長い自由時間が与えられました。車外で暇を潰そうと画策していたら、向こうから軽快なレールの音、あれは海地15号の甲府行きでしょうか。なんか絵になる写真スポットすぎて感動のあまり思わず手ぶれしてるんですが、こうして駅構内で魅力を見つけられるのも鈍行旅ならではですね。なお特急のためところで、 JR 東日本パスの区間内とは言いましたが、この海地号は比較的空いてますね。なるべく遠くに行って元を取るぜというどことない資本主義が見え隠れしてます。で、なんか同僚っぽいやつがホームの中に置かれていました。ここ大和村、現甲州市では戦力岩が取れるそうなんですが、それがどうやら甲州岩馬石といって庭園材とかに使われている石らしいです。悠久の時を感じさせるプチ庭園ですが、私はたった10分の停車時間でここを去るのです。電車という時間に支配された存在とは相反するプチ庭園は何を思うでしょう。わびさびを感じる暇すらなく貝山とは出ます。以後甲府あたりまでカットしたかったんですが、円山のあたりで明らかに異質の車両がいました。大小様々な窓が入り抜かれ、走ってるだけで集合体恐怖症の人を殲滅させかねない車両。あれは関島ですね。 JR 東日本のツアー列車です。円山に泊まっているのはワインが有名で、ここをコースに組み込んで売るから、とにかく
いいものが見れました。超ハイパーブルジョワチー列車なので、私にとっては、高嶺の花って次元を超えてますが、甲府盆地ゾーンに入ると、身延線と並びます。今は、身延線の可燃定期を通過、幹線の方が、駅間距離長い現象。小海線でも見ましたが、ここまで来れば、武田信玄の聖地、甲府は近いです。まあ、甲府駅前のランドマークこと、甲府城を築き上げたのって、豊臣政権なんですけど。離れ小島の身延線ホームには、ちょうど特急藤川が。しかし、JR 東海カラーの駅名表まで用意されて、熱海と比べると何とも優遇されています。自販機は、さすがに秋葉に侵略されてますが。はい、甲府到着。ここでも8分止まるみたいです。接続的には、この1本後の便に乗っても問題ないし、甲府をブラブラするのもありっちゃありなんですが。駅中で、甲府っぽさを手軽に味わえるアイテム、入手しちゃいましょう。その前に、あずさ17号の松本行きが、甲府に泊まるのを見てから、まあ例によって混んでます。あと冷静に考えたら、この特急が発車した4分後に、普通列車の後を追うんで、こんな、ちんたらあずさ取ってる場合じゃありません。私も特急のごとく言うんでいずれ、いや駅構内は走ってないですが、はい、信玄餅風味のキャラメルを280円で仕入れてきました。どうでもいいんですけど、この字って、秘境って読むんですね。私ね、漢字の作りだけ見て、鉄弁って読んでました。なんか信玄餅に申し訳ないです。だって、信玄餅に使われる蜜の色だって真っ黒なので、全くもって血弁で竜林火山の旗が掲げられている道、甲府を出発、その静かなること林のごとくなんて、武田信玄の思想をガン無視して、ジョイントーンを奏でます。あ、これ普通に美味しかったです。今回の長旅でも割と重宝しました。列車は、大してニラも取れないくせに、ニラで町おこしを狙う。ニラ先に到着。地名の由来は、この近辺の大地の形がニラの葉っぽかったからとか、昔の言葉で、赤土の平地の先端部を指す言葉から来ているとか、いろいろあります。純粋にニラがあったからって説もありますが、山梨のニラ生産量、マジのビビなんで、ちょっと。どんどん甲府盆地を進みますが、この路線、本当にありえんガラガラです。人がほとんどいないっていうのもそうなんですが、広告すらない。あるとしても、JR 東日本関連の広告のみです。山梨県警のものもありましたが、とにもかくにも、211系って、両毛線でも走ってるんですが、同じ車両、大体同じ境遇のはずなのに、変な形で文化の違いを感じられます。次が小淵沢なんですが、小淵沢で、次の電車が来るまでに、55分くらいかかるんですよ。さっき、甲府で、後続の列車に乗ってもらう、って言ったのは、それが理由です。今でも、やってやろうじゃありませんか。小淵沢で55分時間を潰すことくらい。というか、この付近って毎時 0.5 分か1本しか来ないので、東海道線と比べると時間の使い方的な意味で難しいです。あ、でも、最近は東海道線側も新快速減便で時間の使い方問題が浮上してるのか。そして、小淵沢は小海線との接続駅、小海線動画の編集中、何回も、小海線って打ち間違えて、畜生なったのはいい思い出です。ちなみに、さっきのセリフを打ってる途中にも打ち間違えました。で、止まってるのが珍しい。ワンマン快速中込み行き、小海線の限定シーズンだけ運行される、八ヶ岳高原列車でしょうか？前面の幕もよく見たら臨時になってましたし、いやはや、珍しいものが見られましたね。さて、ひとまず改札外に出ましょう。3日連続という特性上、この切符は、18切符と違って自動改札も通れる優れものなんですが、小淵沢に、そんな都会的な設備などないです。なので、18切符と同じ要領で、駅員さんに切符を見せました。コミュ障なので、乗り放題パスですって言って見せるだけでも、精神力が割と削られます。ところで、ゆかりさんはお腹ペコペコです。腹が減っては、戦ができないので。うそばー。駅近くにあった入船食堂さんで、ランチを食べてました。小淵沢名物と言ったら、丸政そばっていう、駅中のお店の山賊そばが有名ですが、実は、丸政そばって、そば屋さん、甲府にも出店してまして、以前そこに行ったことがあったので、今回は、別のお店に寄ってみたのです。小淵沢でも、一回だけ山賊そばを食べたことがあったから、ってのもあります。でお店を出たんですが、ポニーがいますね。馬ぴょいの、ぴょい要素がどこにもない、昨今では珍しいタタの馬です。模型の馬って、馬なんでしょうかね。まあいいや、この小淵沢もまた、武田信玄ゆかりの地で、馬にちなんだ名所が勢揃いだそう。特に生き馬でも何でもないですが、とりあえず目を抜いときましょう。ズームで。どーりゃ、あー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 よし。
あとは、小淵沢駅1階にあった、マサイチって売店で、コーヒーを買ったりしてました。このマサイチって売店も、丸政が運営してます。なのでこれは実質山賊そばです。さて、列車が来た模様。お次は松本行きです。ついに長野県に上陸ですが、ところで、中央本線のみ11系には、ロングシートとクロスシートの2タイプの座席があるのですが、今回もロングシートでした。いや、別に、座り心地は大差ないんですが、なんか、こう、撮影的に、あれ、です。まだ、折り返し地点にすらたどり着けてません。どんどん進みましょう。次は信濃堺。信濃堺から長野県です。駅名の由来も、信濃と甲斐の国境だったことに加えて、かつて存在した村々の境界でもあったことから、信濃堺って名前がついたとかどうとか、通る都道府県数的にはちょうど折り返し地点なので、旅人としても、境目って感じがします。ぶっちゃけ、ここら辺まで来ると、だるくなってきますが、静岡地区をかすって知らないのに、静岡地区みたいな現象が起きています。列車は、すずらんの里駅を発車。国鉄末期の開業ですが、国鉄らしからぬ駅名です。この駅ね、幹線の癖して、駅舎すらないとんでも駅なんですが、鉄道の有効活用を目論んだ成功エプソンって、会社が、金出して作った駅です。ニューカサ高原の別名、スズラン高原が駅名の由来なのに、実態は中途半端に可愛くないです。本音地の出ます。縄文時代の遺跡、トガリー神石で有名な茅野市の駅です。茅野駅からトガリー神石に行けるバスも出てますが、1日3往復しかないです。茅野ちゃん、トガリー神石に行かせて、うるさいですね。クソみたいな茶番は置いといて、上諏訪と下諏訪のあたりで、諏訪湖が見えてきます。ところで、上諏訪って、駅構内に足湯ありましたよね。それちょうど忘れして、反射する放送大学を映してました。いやー、悲しい。諏訪湖でも見て落ち着きますかっていうか、実際は、根府川の海みたいにバッと広がるなんてことはなく、こんな風にチラリスムするだけです。諏訪湖、シャイ。諏訪湖の北側、列車は岡谷に到着。おなじみ土急最強路線、飯田線との接続駅です。土急最強と言いながら、この次の日には乗り通すんですけどね。はっはっは。あと、ノパソ持ってったって話をしましたが、正直言ってく必要性皆無でした。ただの足キラーになりました。飯田線。引き続き中央本線を進むんですが、塩尻付近の線路構造は少しややこしくなってます。私は、岡谷から、素直に北西に進んでまして、そのまま中央本線を進む予定です。なんですが、今ピンクで囲ってる部分。これも中央本線です。こんなのなんであるのかと言いますと、一説には、鉄道局長が訴えかけたからというのがあります。その昔、伊藤大八って人が、立野経由で中央本線作り上がれと言いまして、それで、こんな線路ができたそう。昭和末期まではこれが本線で、大八回り、と呼ばれてました。純粋に、6キロも続く今のルートのトンネル工事は、厳しかったからってのもありそうですが、しばらくトンネルなので、カット、しました。緑港を出て、新線経由で塩尻です。塩尻も、昔は、駅が、この辺りにあったんですが、特急信濃という、名古屋から塩尻、松本経由で長野に向かう特急が、いちいちスイッチバックするのだるいという理由で、わざわざ線路を付け替えたのだそう。特急のために、駅構造をまるっと変えるとは、なんともステロングスタイルです。ちなみに、ゆずきゆかりさんの Y を逆さにしたような線路構造をしてるからか、さっき青い矢印で示したような、中央東西線の直通列車は設けられていません。直通にしては手間がかかりますし。塩尻到着。ようやっと、全体の半分が終わりました。これ以降、信州色のこの211系に乗ることはありません。しみじみ、でですよ。塩尻と言ったら、鉄道ファンには、よく知られるあれがありますね。これですね。秘境っていう、めっちゃ狭いカウンターの立ち食いそば屋。でも、乗り継ぎ15分で、混んでるカウンターに突撃するのは危険な賭けなので、代わりに、ホームのぶどう園とやらにお邪魔しましょう。童話だと狐って、あのぶどうはすっぺんな、って文句ぶうたれる側だったはずなんですが、なんでしょうね、条約でも結んで和解でもしたんでしょうかね。童話の世界で条約なんて文言見たくないですか。そうですよね。で、ゆかりさんは、足跡に気づかず、ホーム上で普通に迷ってます。ホーム奥にありました。塩尻のブドウで作られたワインを宣伝すると同時に、そこにはブドウ棚が、120年以上続く、塩尻でのブドウ栽培、ワイン醸造、塩尻の魅力を五感で伝えていく良い取り組みです。どうやら、駅中ブドウ棚、世界でも超レアらしく、海外のメディアもこぞって報道したとか、すごい、っていうか、虫飛んでて怖いです。っていうか、枯れてません。
大声で泣いちゃった。はい、気を取り直して、お次は313系です。もはや実家のような安心感。ここから中津川っていう岐阜の僻地まで揺られに揺られます。これ含めても残す乗り換えはあと2回。頑張りましょう。車内はオール転換クラスシート。やったー。15時6分頃、塩尻駅を発車。ここから2時間強、揺られます。ところで、本数的には、この中央再線ローカルが一番きついです。1、2時間に1本なので、逃すと大変。というか、普通列車と特急の本数が同じです。さて、列車は、早速の南国駅名、瀬賀駅を発車。津田盆地を抜けた313系は、首都山脈と北山脈の間を縫うようにして、私も JR 東海のローカル線の香りを全身に受けながら、すみませんね。JR 東日本のアキュアブランド、信州そば茶を買っちゃいました。塩尻で、東海道線で名古屋まで行く場合と違って、JR 東日本区間の方が長いので、多分、脳が JR 東日本に侵略されちゃったのかも。JR 東日本最高。JR 東海管内で、それ言うのは禁句でしたかすみません。列車は木曽平沢に到着。青空フリーパスの限界点。予想外の乗車があったんですが、旅行客？普段の乗降客は少ないらしいのに、っていうか、青空フリーパスの範囲、ここまでいるのか問題。さて、中央再線でヤバいのは本数だけじゃありません。電波状況もです。今、身に覚えのない Wi-Fi マークが表示されてて、やや恐怖なんですが、電波状況は普通に圏外。感染なのに、いや、現代人にとって、基礎地は最大の試練。基礎だけに基礎点外。なんて、どっかから、基礎だけにあえ基礎って聞こえた気がしますが、電波状況は悪いですが、車窓は、基礎側が織りなす基礎段のおかげで、不快地です。ちなみに、現在、宮の越駅に接近、源の頼朝と一緒に、兵士打倒を企て、自称、寿永の乱に貢献した、源の義仲が過ごし、挙兵した地です。まあ、結局義仲、入居した後は、奇怪行動に走って、最終的に、頼朝の弟に殺されるんですけどね。さて、列車は木曽福島に到着。この木曽福島は、中山道の関所として取り締まりがあった地です。それも相まって、宿場町としても栄えました。鉄道が通った今でも、駅として、そこそこの要衝を保っており、特急品の方が全停車してくれます。立地的には、五島一人顔負けのぼっちレベルなのに、特急という救いの手があるのは、微笑ましいですね。さらに、中央再線ローカルでは珍しい、ナンバリング付き駅です。そのナンバリングは CF、毎日昼飯の写真を上げてそうなナンバリングです。のかそ使わんかったとか言いながら、車内でのかそ開いてます。この時は、三河線の動画を作ってたのかな。っていうか、いつも、ローカル線なら、車窓楽しめとかほざいてるのに、この時だけのかそ開くのはずるいですよね。テラの上松駅。こちらも、一部特急が止まる主要駅です。ヒノキの林業が盛んな上松町も、宿場町として栄えました。主要駅なので、木曽福島と合わせて本数が減ります。なお、こっから1日10本。秘境ゾーンに心を躍らせていると、向こうに、怪しげな保存車両が見えました。あれ、木曽森林鉄道っていう、森林鉄道が、昭和時代の木材運搬などに使ってきた車両だそうな、井川線的なちっこさで可愛いです。井川線の動画を編集中に見られるのは、ラッキーかも。残すはおよそ 100km。もうすぐです。っていうか、日が暮れかかってます。あとまだ長野県です。長いです。3時間くらい長野県に閉じ込められてます。暇だし地名で遊びますか。なぎそ、泣きそ、古文で、来るな。迫害されました。ひどい。私はついでにて年収切るそです。なぎそで特急しなのに道を譲ってます。我々が乗る313系よりも、向こうの特急383系の方が年上ですからね。お年寄りにいろいろ譲ってあげるのが当然です。ふんす、誰がお年寄りやねん。とうとう岐阜県に入りました。寺の中津川。クロスシートではあったんですが、割と長くてしんどかったです。本数の少なさゆえ途中下車が難しいって点でも、思い出作りの難易度が高めですし、ただし、車窓は、ローカル線の例に漏れず、絶景が連続してます。ちなみに、今映していますのは落合ダム。ヤブハラあたりからずっと並んできた木曽川を、支える存在です。この木曽川とは、中津川のあたりで離れます。と同時に、中央本線で一番本数がきついゾーンはおしまい。ここからは、ついに、都会に帰ってきた感覚を味わいます。帰ってきたってか、都会は都会でも 400km 離れてるんですけど。東海道線経由で行けば、もう西日本エリアに突入するくらいの時間は旅してますが、こちとら愛知県にすらたどり着けてません。乗ってきた列車は、三駅で終点、坂下駅を目指して出発します。中央線なら、福島関所くらい越えたらどうだ、なんて声などどこ吹く風で。
感染の癖して、ミスっぽいガラガラの列車は、岐阜県内完結列車として、登山市に戻ります。てか、これに両目乗ってます。さて、その列車の横に、見覚えがあるようなないような車両が佇んでます。あれはおそらく、ギラリと瞳孔を輝かせて入線してきましたのは、塩尻以来の再会、なのか ?211 系です。8両、JR 東日本の211系は、まだ、引退の気配がそんなにないですが、こちらの JR 東海の211系は、登場する最新鋭車両のせいで、漏れにくインタインデンジャーな状態です。JR 東海では採用例がかなり少ない、3色 LED が組み込まれた車両もあります。それにしても、久々の優等種別。東京都以来ですよ、茨だらけのレインボーロードでオアシスを見つけた気分です。発車番線を勘違いした分、ちょっと体力が削れましたが。ここまで来れば名古屋は近い。ラストスパートです。でも、頑張るのは私ゆかりさんの方じゃなくて、211系の方です。止まるんじゃねえぞ。別にフラグは立ってません。そんなこんなで、17時35分、中津川を発車。快速は速いし、スピードを出すし、何より、速いです。って思うと表示抜けします。だって、通過駅は、19駅のうち、4駅です。どこのワクティーかな?もはや夜なので、車窓は、肉眼では愚か、ビデオカメラでも、大してわかりません。YouTube の無眼天才アニメの謎背景と比べても、動きが見えて、レベルを超えてます。本当は、標定速度毎時 58km で動いてるのに。水波、主要駅です。本数アップ、水波の地名の由来は、水穂、みずみずしい稲の穂が波打つからとか、水の南、つまり、時川の南にある村だから、って理由で、水波になったそうです。と、地名の由来にもなっている通り、大体、この辺りでは、時川に沿います。その時川は、岐阜県内のみでの故障で、愛知県内では、庄内川って呼ばれています。そんな岐阜県内ラストの主要駅が、多治見駅。岐阜県内をアクセス往復する、大田線との接続駅です。確か日本一暑い。あれ?今日本一暑いのって浜松でしたっけ?日本の気温は、高すぎる。事実、82.9% ここ経駅に加え、名古屋から最も近いと言われる秘境駅、上高地駅を通過です。長トンネルを経て、愛知県入りしたわけですが、その昔、県境のトンネルは、入り口に細切れでした。中央再線は、先ほどの上松駅付近の森林鉄道にも見られたように、森林資源的に重要で、産業万歳だった20世紀初頭、線路を敷いて、14個ものトンネルを作り、輸送、産業発展に貢献はしたんですが、時が流れると、祖先は明治時代のオワコントンネルに、それで、電化して伏線でキラキラの新線が敷かれると、14個のトンネルは日の目を見なくなりました。40年近く放置プレイをかまされた廃線ですが、21世紀に入り、廃線トンネル群の有効活用を担い、今では、年2回だけ行ける観光スポットになってるらしいです。廃線って、人間が生み出した、最強の人間ホイホイ説、割とあります。愛知環状鉄道線との接続駅、構造寺駅を出ますと、人流車両区、さっき映ってたまばゆい車両。あれが、211系の後輩、315系です。大曽根で、名古屋市営地下鉄がスクーエリアに突撃。円周率を3としてプログラムされてそうな路線とも並びます。金山からは、JR のライバル、名鉄と顔を合わせます。ここまで来れば次が名古屋です。いやはや、長かった。金山で顔を合わせるのは、名鉄だけじゃありません。東京以来の行き別れの兄弟、東海道線との出会いも、東京で別れた時と同じく、両方とも、車体に、オレンジの帯をまとって、泣けてきますね。泣いていいんですよ。まだついてもないのに何泣いてんですか貴様。やっぱり、中央本線経由の方が時間がかかりましたね。ついでに距離も長かったです。改めて、東海道線の大動脈っぷりを鑑みたというか、東北本線にも常磐線にも閑散としてる区間はあるので、東海道線沿いが異常な化けっていう可能性はあります。名古屋に着きました。今回の旅、400km 近かったんですけど、6割以上の距離を211系ロングで過ごしてました。もしかして、211系ロング、ヤンデレ。一方の315系、4回ほど中央再線乗ってるんですけど、永遠に当たらないです。もしかして、315系、ツンデレ。とりあえず、車内にふらりと入ってすぐ出て、どんなもんかって見てみたんですが、2235系とかを彷彿とさせる新車の香りと、JR 東海らしからぬ雰囲気が同時に漂って、なんか脳がバグりそうです。改札の外に出ました。以上で中央本線乗り通し動画を終わります。いやはや、達成感がすごい。しばらく憂鬱に浸らせてください。おいバニラカーなんでこのタイミングで来るんですか。皆さんも、中央本線を乗り通してみてください。実際、嫌がおうでも途中下車をさせられるので、旅の経験値は増えるかもしれません。では終わりましょう。
お疲れ様でした。